薬師寺和江は、日本の建築家、岡山県出身。1909年、東京帝国大学工科建築家を卒業後、陸軍省の技師として勤務する一方で、郷里の有力者であった、大原孫三郎の依頼により、第一合同銀行倉敷支店の設計に、携わった。1926年の陸軍省退職後、大原孫三郎に招かれ、 倉敷絹織株式会社の取締役に就任し、その経営に参画しながら、大原美術館本館や倉敷中央病院、第一合同銀行本店などの大原家の関わる、施設を中心に、多くの建築を手掛けた。旧第一合同銀行倉敷支店1922年、大原美術館。 本館1930年1884年、岡山県海洋郡行部村に生まれる。1903年、第六高等学校を卒業。1909年、東京帝国大学工科建築科を卒業。同年、河合広司造建築事務所に入所する。1910年、河合広司造建築事務所を退所。同年、 陸軍省経理局建築家陸軍技師に就任する。1917年、陸軍省経理学校教官に就任。1919年、社団法人建築学会理事に就任。1920年、第一合同銀行倉敷支店の設計に取りかかる。1921年陸軍省から欧米視察へ派遣される。ルコルビュージュへとパリで遭遇 1922年、第1合同銀行倉敷支店春行。1923年、欧米視察より帰国。陸軍震災前後委員会特別委員長に就任。1926年、陸軍省を退職。倉敷絹織株式会社取締役に就任。1927年、第一合同銀行本店春行。1930年、 大原孫三郎の設計依頼による大原美術館が竣工1935年、財団法人大原美術館理事に就任。1936年、倉敷、木織株式会社以外退職。1942年、宇垣一世に押され、第21回衆議院議員総選挙に、岡山二区から、翌3政治体制協議会推薦で立候補するも、落選。 1943年、株式会社藤木公務店関西役に就任。1945年、株式会社藤木公務店関西役辞任。熱海の別邸へ隠居する。後、公職追放となる。1965年3月11日、熱海辞邸にて死去。去年80元教欄の丸は現存。 罰は現存せず2016年3月18日の営業をもって倉敷駅前支店に統合、無人化。ルコルビュジュエに初めて会った日本人建築家と言われている。衆議院名鑑第1回1890年第34回1976年、総選挙130ページ。総理長官房監査課編、公職追放に関する覚書該当者名簿。 日比谷政経会1949年725ページ NDLJP1276156 ありがとうございます。